映画ブレイブ群青戦記キャストの皆さんです。西川大役新田真剣佑さん、松本幸太役鈴木伸之さん、不破君役渡辺圭介さんです。改めて大きな拍手お願いします。まずは皆様ご挨拶をいただこうと思います。まずは主人公西野葵役、新田真剣佑さん、はい、主人公の西野葵役を演じさせていただきました新田真剣佑です、寒い中今日もお集まりいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。続きまして松本幸太役鈴木伸之さん、はい、松本幸太やらせてもらいました鈴木伸之です、本当に風が強くて寒い中たくさんの方に集まりいただきありがとうございます、今日はブレイブの話をたくさんできたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてフワルー役の渡辺圭介さん、はい、お願いします。フワルー役を演じさせていただきました渡辺圭介です。今日はですねブレイブの魅力を存分にお伝えできるように努めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではご着席いただいて、はい、お話を伺っていこうと思います。ここから先は一旦フラッシュを控えください。後ほどまたお時間を用意しております。よろしくお願いします。さあ撮影からおよそ1年ほどが経ちまして、いよいよ来月12日に公開になります。振り返ってみて今一番思い出になっていること、それは出演が決まった時もしくは撮影中で、ね、出来上がった作品見た時どれなんでしょうか。新田さん何ですか一番、思い出に残ってること、あれですかね、みんなで撮影後にご飯食べに行ったことですかね。何を食べたんですか。何をですか、タッカンマリ食べましたね。タッカンマリ、そうですね、韓国、みんなで、そうです、韓国料理食べに行った。その後はその後はみんなで、卓球とかカラオケのあるところに行きました。楽しかったですね。楽しかったですね。卓球、そうですそれが一番の思い出の子って分かりました。楽しかった思い出。いや、ダメか。あれ、いやでも楽しかったです。あれがあったおかげで、そうか、いいシーンが生まれたと、人数が結構多いんですよ。いろんな部活があったりして、野球部、アメフト部とか結構人数がいるので、誰一人コミュニケーション取れない人がいないようにそういう場を設けさせていただきました、みんながみんなとコミュニケーションが取れて楽しい現場にできればいいなと思いながら、はい、みんなやってたんじゃないかなと思います。それがだからまさにこの同じ高校の生徒というのを雰囲気を生んだと、その会があった、はい、鈴木さんいかがでしょう。いや僕も本当に同じですね。マッケンが率先してみんなのこと誘ってくださって、そこでやっぱりコミュニケーションが取れて、で今回本当に僕たちが一つチームになってこう時代と立ち向かうというお話になってたので、やっぱりそこのチームワーク作りみたいなものがすごく最初大事だったところを、マッケンがすごくみんなに声かけてくださって、みんなで一緒にいろんなこと話したり、そういうところからコミュニケーション生まれて、すごくいい雰囲気で撮影やらせてもらいましたし、もうカットの合間の雑談が楽しみすぎて演技してる時もその後のことも楽しみみたいな。そうなんですよ。もう本当に楽しい撮影で、こんな作品なかなか出会えないんじゃないかなっていうぐらい楽しかったです。はい、渡辺さんどんな思い出が。僕もやっぱりそうなんですけど、まあいろいろこうお話をいただいた時だったりも、いろいろね、いろんなそうそうたるキャストの方と一緒ご一緒できるっていう喜びもあったんですけど、言ってしまうとこう立場的には敵になる僕も招いてくれた新田真剣佑という男の男気に器の大きさにちょっと僕はね、一番の喜びをもしかしたら撮影を通して感じたかもしれないですね。なるほど、やっぱ皆さんそのやっぱ回のことが一番皆さん思い出に残っている、はい、ありがとうございます。皆さん熱い思いでその現場に向かったということですけれども、本日はそんな皆様を迎えてこんな企画をご用意いたしました。タイトルはこちら、ブレイブ群青戦記天下人に挑戦、天下を取って下克上を目指せ。そうです、映画では桶狭間の戦い直前にタイムスリップしてしまった高校生アスリートの皆さんが、まあ、それぞれの部活のスキルと、現代人の知識知恵を生かして天下人織田信長と戦うということになります。
劇中の織田信長、松山ケンイチさんがまあ演じる、もうものすごい迫力で、まあ、見ててちょっと怖いぐらい、あ、怖かったですか？怖かったですよ。具体的にどんな、いや、僕たち2人が、はい、絡むことが多かったんですね、うん、松山さんと。何ですかね、目力と言いますか、存在感、オーラ、すべて織田信長の、本当にこの前も言ったんですけど、泣かなかったら殺されるんだなって思いました。ホトトギスと一緒で、ホトトギスと一緒で、思い通りにならないやつはもう殺してしまうっていうぐらい、はい、鈴木さんどうでした？僕はスクリーンで見させてもらったんですけど、はいはい、いや、すごくこの取材でマッケンがそうおっしゃってたの、なかなかこう距離が近づけないぐらいのオーラがあったというものがすごくスクリーンでも伝わってきたので、現場ではもっと怖かったんだろうなと思いますね、はい、渡辺さんどうでした？もうあんなにナチュラルに脇汗かいたことないかももうすっごい怖くて本当にみんな怖かったですね。わかります。びっくりしましたね、それはぐらいの圧力というか、はい、本当の信長に対峙した人もそういうふうに思ったであろうというふうな迫力が、これスクリーンでぜひ確認していただきたいと思います。さあ、そしてここでゲストをお招きしたいと思いますので、渡辺さん、ちょっと一旦上手の方に、はい、お二人なんです、ゲストが移動していただきました。はい、そしてね、一応消毒の方、はい、そう、先ほど申し上げました織田信長は桶狭間の戦いで日本中が知ることになる下克上を果たし天下人へと上り詰めていくことになります、そんな織田信長相手に皆さんは劇中で、まあ、絶対に勝ち目のない戦いに挑むことになるんですが、実際皆さんが天下人と戦うにふさわしいスキルを持ち合わせているのか、本日は検証してみたいと思います。それではこの方々にご登場いただきましょう。下克上といえばこのコンビ、現代によみがえった天下人、マジカルラブリーのお二人です。どうぞ。どうも、お世話になります。どうも、こんにちは、マジカルラブリーです。お願いします。いいですね、やっぱりね、天下人じゃ自分で自分のこと天下人じゃーって人も、天下人で言ってください、今日言われてるんですよ、これは天下人の、この剣のこっち側が邪魔すぎて全スタッフさんに目をかけたこれが今どんぐらい長いのかこれで見えない気をつけてください、パネルとかあるんで。まさかその甲冑はこれ、これは織田信長、しかも実際に松山ケンイチさんが使われた鎧です、甲冑です。あれさん、そうですか？これそうです。履物もですかね。はい、履物もそうなのかなと思って見たんですけど、はい、松山健一さん、足ちっちゃい松山健一さん、足24ぐらいしかないんですよこれは本物じゃなさそう。こういうものなんですか、ね、お願いいたします。あ、よろしくお願いします、はいはい、じゃあお座りいただいて、はい、座れるんですか、はい、あ、そうか、それ座れるのかな、その刀が。ちょっと本当当たってるから、ガチガチアクリル板当たってるからいや、これすごいですね。これでエンジンの半端じゃないですね、うん、重い、はい、動きづらいし、はい、でもまあ今日はそれで天下人としてまさに、あ、野田クリスタルじゃなくて今日はもしかして名前も誰なんですかこれ。織田クリスタルじゃないジャイが正しいかどうか分かんないですけど、ジャイジャイテレカプシのジャイでは、お話伺います。これでまた一旦フラッシュまでお控えください。また後ほどよろしくお願いします。お二人すでに映画をご覧になったということで、はい、見させていただきました。村上さん、いかがでした？いや、もう冒頭の、どうなんですかね、この言っていいんですかね、その冒頭ぐらいの、セミがうちゃうちゃ出てくる、もうめちゃくちゃそっからワクワクして、どうなっちゃうんだよこれっていう、いや、もう本当にそっから入り込んで、もうすぐ見終わっちゃう、一瞬でした。むちゃくちゃ面白かったですね。そして織田クリスタさん、いかがでしょう？やっぱね、見終わってからもね、やっぱ妄想しちゃいますよね、うん、自分ならどうするかみたいな、うん、僕バスケ部だったんですけど、バスケ部だったら何するんだろうとか思いました。あ、僕リバウンド王だったんで、まあ使い道はなさそうリバウンド王は、うん、ソフトテニス部だったんで、そう、球むちゃくちゃ柔らかいんで、マジやることなかったです序盤で死んでる可能性高いです。序盤です。こ
原田さん、この見方正しいですよね。俺もそこの部活だったから、俺だったらどうするのかと思って、ね、はい、実際に僕たちも撮影してる時にそういう会話になったんです。そういう話題が上がってきて、僕だったらこう戦う、私だったらこう戦うっていう取材でもあるぐらい、本当にそういう見方もできるんじゃないかなと思います、うん、で結果、何が一番強かったんでしたっけ。科学部じゃなくて帰宅部。帰宅部か、科学部じゃない、科学部か、科学部か、あれ、まあ、科学部って呼んでたんですか。帰宅部はそもそも戦場に行かないっていう、帰ってるから。確かに部活やってる人しか行ってないのか。そうです、学校に残ってたので。まあそうだね、科学部かな。一番強いのはやっぱり現代の知識を使ってその戦国時代の方々と戦うので、かなり有利なんじゃないかなと思います、はい、これいろんな部活ならではの戦いやってますので、これもぜひスクリーンで見ていただければというふうに思います。さあ、それではですね、今日のマジカル予備を迎えして企画に参りたいと思います。先ほど申し上げました通り、本作は高校生アスリートが天下人織田信長軍と絶対に勝ち目のない戦いに挑むことになるわけですが、実際皆さんが天下人と戦うことにふさわしいスキルを持っているのか、本日は野田クリスタルさん、改め織田クリスタルさんが自ら作成したゲームで、すごいですね、オリジナルゲームで対決をしていただきたいと思います。あれ、新田さんゲーム好きなんですか。ゲーム大好きです。お、自信あります。結構 これですか。いやいや、これまだやっぱりやってこない。集中的にかなり興味あります。あ、そうなんですね。初見で成功する率が 2% って言われたんで、その 2% に入りたいなと。なるほど。そうか、2% 以下ですね。本当ですか。これクリアしてる人僕見たことない。見たことある系のやつは。はい、そうですか。辻さんは。いや、僕もそう、どういうゲームかまずちょっとわからないので、まあ、ゲーム自体は、ゲーム自体好きです。あ、はい、いけますか。よくやってますけど。渡辺さんどうですか。僕ゲームが絶望的に苦手です。あら、軽いこう台本をいただいた時にゲームが得意でお好きな3人って書いてあったんですけど、どっからその情報入れたんだろうね。絶望的です。ただやっぱりは先陣を切って渡辺さんにチャレンジして、そうなん、映画を見ていただけば分かるんですけれども、葵たちに先駆けてタイムスリップした先輩不悪いということで、先駆けて早速このゲームにチャレンジしていただきたいと思います。準備よろしいでしょうか。はい。これ今スティックで動かすか十字キーで動かすか選べるんですけども、どっちが好きですか。お、そういうこと。選べる。モードってボタンがあると思うんですよ。はいはい。そこを押すとランプがつくと思うんですね。はい。モード。つきました。コントローラーに。本当に苦手そうな持ち方してますね。モードがついていっちゃって。そこですね。押すと。ランプつきませんか。ランプつきます。あ、つくと十字キーで動かします。つくと十字キー、はい、十字キーでいきます。あ、いいですね、動かしながら。さすが制作者、すごい丁寧で、もういいですね。そうですね、まあ、最近の人スティックが好きとかいう人もいるでしょうから。急にのせたかっぽくなくなりましたけど、まあまあ制作者、ちょっとこれ切り抜き甘くないですか、髪の毛。白いとこむちゃくちゃありますけど、頑張って Windows のペイントで。なんとかならなかったんですかね。さあ、準備よろしいでしょうか。はい、では行きますよ。ゲームスタート。はスタートをするんですか。A ボタン、 A ボタンで始まります。はい、A ボタンで始まります。すいません、じゃあ僕、すいません、いいですか。ゲームスタート。よし、後でやるお二人もしっかり見ておいていただく。はい、わかりました。 A ボタンで弾が打てます。はい、押しっぱなしで大丈夫です。あ、すごい、押しっぱなしでいい。はい、いいです。あ、いいじゃないですか。はい、いいじゃないですか。あ、ね、ここ突破したんだったら全然いける。野田さんが、全然いけるじゃん。野田さんが敵みたいなことなんです。あ、小田さんが敵ってこと。小田が敵です。やばい。あ、全然やれる。うまい。すごいよ。やばい。おー、いいよ。すごい、すごい。よし、最後まで行こう、最後まで行こう、もう。硬くないですか。はい、あー、渡辺です。あれ、あ、まだまだありますよ。やばい、強くなかったな。まだ。あ、いいですね。もうあらかじめ来るとこからね。これあれだ。この硬いやつは仕方した方がいいんですね。もしかしたら。これ。ああ。待ってください。とんでもない。いや、これ楽しそうだ。逆に。
もうパイプ割れてました今。いやーもうあのシューティングゲームが大好きなんですよ。あの FPS が好きで。あ、そうなんですね。いやこれやってみたいな早く。え、まず渡辺さんいかがでしたこれは。なんかわかんないですけどめちゃくちゃ悔しいです。なんか不条理に飲み込まれた感じがして悔しいです。いやこれはどうですか。いやゲームが苦手って言った割にあそこまで行くとは思わなかったです、うん、大概初見であの球当たって死ぬんですよスタートで。あ、そうなの。倒してたんですごかったです。全体の何分の1ぐらいまで行ったんですか。もう半分まで来ます。半分まで来ます。あ、すごいすごい。あそこから異常に難しいんですよ。頑張った、ね、頑張った。全然頑張った。すごい。まず渡辺さんでした。さあ続いては鈴木さんですけれども、はい、劇中ではね剣道部主将としてリーダーシップを遺憾なく発揮する松本浩太を演じておりました。ここでも劇中同様迫りくる敵をバシバシやっつけていただきたい。どんな切り抜きになってるんだろう。あ、結構綺麗。これはうまくいった方が、まあ、そうですね。そうですか。え、小田さん、あそこってなんかヒントありますか。あの途中でさっき圭介くんがやられたところ。いや、もう気合いよけっすね。いや、硬いやつは倒した方がいいのか、放置でいいのか。倒してもいい。倒してもいい。倒さなくてもいい。倒さなくてもいけるパターンもあるんですか。あいつが打ってくる球があるんだけど、それを避けれるんだったら倒せなくてもいい。うわ、小田栗。なるほど。小田栗は倒す。俺は倒す派。倒す派です。倒す派。倒せなくても言ってる人は見たことある。うわ、これはでも本当 2% ですね。確かに。すずり。さあ、それでは準備よろしいでしょうか。はい。ではゲーム。あ、でもそれモードを押すとそっちに。ああ、どうしよう。俺スティックでいきます。スティックでいきますか。はい、いいですか。はい、いいですか。はい。それではゲーム。頑張れ。スタート。よっしゃ。叩きを取ってください。いきます。A ボタンでビームですね。はい。よしよ。いいですね。正解。あ、怖い。おお、危ない。ちょっと危なかった。2% 狙いに行きますよ。よっしゃ。よいしょ。おーおー、よいしょ。いいですよ。皆さん、いけますね、この辺は。硬いな、この辺からちょっと硬くなってきますね。よし、ちょっとやろうかな。でも全然当たってないわ。倒すやつ。絶対、絶対無理でしょ。これ難しいな。どうやっていくのよ、これ。小田クリスタルさん。ここよ、そこ。倒せない、倒せないですよ、ここら。全然当たんない。真ん中のやつ、でも真ん中もこれどうやっていけたの。まだここから、あ、ここだ。あ、ここだ。ダメー。俺のシーン。ダメー。当たり判定がちょっと。よし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 。おー、危ない。何に当たったの。ボスちょっと出てきた。ボスが出てきた。ボス BGM が止まんなくなりました。ちょっと、バグじゃない。バグじゃない。まあ、いやー、惜しかったっていうか、俺知らない行き方を見ました、あそこ。え、頭はこの辺まで大丈夫。俺は絶対当たったと思ったら、はい、敵がすり抜けたから、すり抜け、そんなパターンあるんだと思った。初めて見ました。すげえ。うわ、悔しい、これ。まあ、すごい。いや、これ悔しい。悔しいっすね、これ惜しかったですね。ちょっとなんかボスらしきものが最後見えたので。ボス出てたもんな。これはちょっと託したいと思いますね。いや、これは小田さん、これ持ってきながらあっぱれだっていうね。いや、焦りましたね。ここでクリアされたら終わるんで、これは。危なくなっちゃう。さあ、ここで奇跡を起こす男。これは悔しいですね。すごいですね。これ二人分見て、なんとなくこう超えていこうってもね、あれだったの中でね、作戦ありますかね。全くないです。ないですか。あの下の硬いやつは倒すつもりですか。倒すつもり。倒すつもり。倒すパターンで。倒せるんですからね。倒せる。ちゃんと。ありがとうございます。50発ぐらいで。あらんでいいっす。さあ、それでは主役としてビシッと決めていきましょう。さあ、いきます。スティック。よっしゃ、行こう、マッケン。スティック派です。顔切り抜かれてもめちゃくちゃにくる。おお、入った。いいよ、いいよ。いいよ、落ち着いていこう。いい、いい、いい。ここはどこから出てくるか、ある程度分かる状態ですね、やっぱりね。あれ、うまい、ナイス、気をつけて。オッケー、オッケー。いいよ。おお、あれ、ナイス、ナイス。いいよ。そいつ硬いぞ。上から来るから気をつけてね。いいよ、いいよ。あー、壁もダメなんだ。壁もダメなんですか。どういうことだ。壁の判定
手ぐちゃぐちゃなんで。やばいやばい。当たってないと思っても当たってます。一切かすらないぐらいの。お、ナイス。あ、素晴らしい。すごい。当たった今当たった今すごい当たり判定やったんですか。1回目以上の当たり判定があるんで。いや、こいつ硬いんだよ。お、ナイス。切り抜かれてる。気をつけて。ぐらいの判定はありそうですね。あー惜しい。悔しい。こんなのクリアできないゲームですわ。惜しいな。ダメなゲームですよこれ。これあの課金ピッタですか？課金します。課金したいですね。あ、全然じゃあ一旦見ます。一旦見ます。最後見て一旦押してみていいですか？はい。なんですかこれ？そうそうお金取るんですか？いやいやいや。ちょっと。やめときます。ちょっとやめたいかもしれない。あ、ごめん。そう戻るボタンないんで。購入しか購入しかないんで。2980円。結構高い。まあまあ。やっぱ10連ガチャだと思って。後でね。あとで払っても購入するみたいな。そうです。うなずいてるもん。じゃあ購入します。購入します。はい。購入しますか。はい。負けが。A ボタンを押すと。なるほど。はい。これでスタートしてますね。はい。これが今爆速アルタモードです。爆速アルタモードですか。爆速アルタモード。あ、そうだよ。ちょっと待って、さあ、ちょっと待って、あ、思った、イエーイ、クリアだー、すごい、もうちょっと見たら、せっかくだから、もうちょっと見たから、すごいわ、うっそ、つまんねえ、課金した回ありましたね、つまんねえだろ、10万100ポイントもあります、10万100ポイント、すごい、クソつまんなくなっちゃった、改めてクリアした、アルドさん、ナーションが素晴らしい。風の力でこんなにすごいんだっていうね、これ。これは…ちょっと課金したら面白くないですね。あんな難しかったゲームが。たった2980円で、こんなに簡単じゃないんだ。一瞬で終わってんじゃん。これ、できないんじゃないの？その課金しなきゃ。いや、できますよ。小田さんもできないよ。あ、できますよ、別に。僕、クリアできないゲーム作ったことないんで。いけます？いけますね。小田さん、ぜひ。課金じゃなくてもいけます。本当ですか？普通にプレイしてもできます。ちょっと見てみたいですね、これ。はい、見てみたいです。制作者の小田クリスタルさん。ムチ持ったままやるんだ、すごい。こう、こうじゃない。ちょっと僕だったよね、多分、ボス。ねえ。うん。なんでそれ気まずそうなの？うん、最悪だからさ。早かったな、倒されんね。早かったっすね。あ、そう、俺、あ、そうですね、俺。俺、これだから反応しないっすわ。いや、それなのにクリアできるの？同じやつを開けばいいと思う。これ一回消してもらって。これ、じゃあ。見たくない時間だ。はい、大丈夫です。お、いや、これは通常バージョンでいけるのか。さあ、行きます。では、ゲームスタートお願いします。何回もね、テストプレイとかしてるわけですね。あ、もうそこにいる。マッチョだ。はい、大丈夫ですか、小田クリ。小田クリ。出なきゃ弾も来ないんで。あ、もうナイスです。めちゃくちゃ来た。知ってるな。ここどうするんだろう。あ、ここは倒すんだ。あ、そこも倒すんだ。え、すごい。うわすごい。これも倒せるの？おかしいやろ、お前ら。おかしいだろ、おかしいだろ。時間ないんで、あなたにこう付き合ってる場合じゃないんですよ、ね、仕事できてるなと。あー、ちょっとクソゲーじゃねえかよ。おめえが作ったんだ。クソゲーじゃねえか、これよ。お前が作ったできないんですか。捨てます、このゲーム。できるつもりだったんですか。できます。できるけど、今日は調子が悪い。でも面白かったですよ、これね。面白かったでした。いい、ね、素晴らしい。まあ本当に無茶な戦いってあるんだなってことが分かりました、はい、ありがとうございました。さあ、ここからはですね、はい、じゃあパソコン一旦振りいただきまして、トークの部分にも移っていこうと思います。大丈夫でしょうか。はい、この本作キャッチコピーが、次の対戦相手織田信長ってマジというね、はい、キャッチコピーなんですけれども、皆さん最近マジ
と思ったこと、もしくは絶対無茶だよと思ったことはあるでしょうか。これ解決を分からなければ天下人マジカルラビーのお二人からアドバイスもいただこうと思います。今できる範囲で荒田さんどうですか、ありますか、なんかマジもしくはこれ無茶だよ。あの先日バラエティの方でブレイブ群青戦記チームとして VS 魂に出させていただいたんですけど、僕たちの他に一人ちょっと坊主のね子が出てたんですけど、その人の活躍を見てマジってなりました。はい、続きは3月4日に放送なのでぜひご覧ください。大活躍、大活躍、鈴木さんはありますか。僕もそんなないんですけど、先日靴をやっぱりスタイリストさんに用意していただいて履くじゃないですか、お仕事の時で、まあ、履く時も入り口がすごく狭くて履きづらかったんですけど、脱ぐ時脱げなくなっちゃって、どんだけ自分でこうやってガーってやってもコートかかとが引っかかっちゃって抜けなくて、もうスタイリストさんも椅子にこう足かけてこうやって本当に5分ぐらい押し問答してようやく脱げたっていうことがあって、それは本当マジってなりましたね。見た見た見た、インスタで見た、インスタグラムに上がって5分見ました。ただこれまあワンサイズ大きいの履きましょうっていうことですよね。そうそう、ね、本来そうなんですよね。ただ中はぴったりなんですよ。そのここの何ですか、ここのね、ここ硬いと外せない。そうなんです、あるある、あるわ。スキーの靴みたいな状態になっちゃってるってこと。そうですね、そうです、そうです。だからアキレス腱がめっちゃ柔らかいとグニャってなるから、多分この曲がらせるときに、はい、ここを柔らかくしてください。あ、どこ？だからここ、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 ここ。それは、それです解決です、解決です、解決です。渡辺さん何かありますか。先日ですね、SNS の方にダイレクトメッセージがこう届くんですけど、まあ、企業さんからこうこんなんやってもらえたらこんな報酬をっていう案件が割とこう届いたりすることもあるんですけど、昔ちょっと長かったんですよ髪が。多分それを見て勘違いしたのか、僕に割と育乳ブラの案件がずっと来ることがありまして、なんでなんですか、これはやるべきなのかどうか。まあ、とりあえず一回受けてみて分からせた方がいい。若いんでね、もうやってった方がいいですよ、ね、何でも。若いんでねチャレンジしろというのがあるね。ありがとうございます。村上さん何かありますか。マジですか。まあ、僕も本当にじゃあちょっと、2月14日バレンタインの時に、あ、先日って言えばよかったですね。先日もう DM が来るんですよ本当に申し訳ない。本当になんか SNS で、まあ、女性の方から DM が来てて、ちょっとだけこうなんかやり取りしてたんですよ。そのチョコ渡したかったのになみたいな送ってくれてて、なんだよ当日渡せないのか残念だなみたいな、渡したいなって来て、王子を来てみろよみたいに煽ってたんですよ。そしたら本当に僕の最寄り駅にいて、ええマジかこいつってな、はい、まあ、こうやで普通に言わないですよ駅名を。高円寺駅の北口ロータリーにいました。本当にチョコ渡してきました。怖かったです。あ、そこから別になんか進展があるわけじゃなくても、あ、もちろんもちろん、そのままもらって、いやありがとうねっていうのでもうちゃんと返しましたけど、いやこういうことあるんだなと思って。ついてきてなかった、ついてきてはなかった、ついてきてはなかったよ。あ、そうなの、うん、あの大きい道路があるところで。え、カンナナね、カンナナがある。カンナナ高円寺のカンナナの通りまで。そうそう、カンナナ沿い来ちゃうから、うん、小学校の近くでしょ。いや、言わない。小学校の窓なりに。いやいや、まあまあまあ、そんなことありましたね。びっくりしました。はい、どうぞ、いかがでしょう。そうですね、ゲーム作れるって言ってからですね、うん、ちょっと DM でですね、うん、10万円でモンハンみたいなゲーム作ってください。奥かかるから。後半多分奥かかってる。うん、俺一人でも無理だし、うん。ちょっとゲーム作りを舐めないでもらいたい。マジか。ありがとうございます。
あともう一つね、お話を伺いたいんですけれども、はい、もう一つのテーマこちらです。はい、あのマジカルラブリーのお二人、まさにね、昨年末 M1 で下克上天下を取った天下、お笑い界天下人だと思いますけど、皆さんに伺います。皆さんが取ってみたい天下、どういう分野、どういうところで天下を取ってみたいなって、荒田さん、なんですかね。天下を取ってみたい、夢でもいいんですよね。夢でもいいです。海外で活躍する日本語も喋れる役者の天下を取ってみたいです。でかいな。真面目な答えですね。でも夢な。鈴木さん、どうでしょうか。僕は自分の趣味がサウナでして、はい、サウナに行くことがすごく趣味で、はい、自分のサウナを都内に建ててみたい。うわ、そしてそこを都内の天下サウナにしたい。天下サウナなんだ。やっぱりサウナの温度が一番高くて、水風呂の温度が一番低くて、休憩場の整い椅子もしっかりこうリクライニングできるような、で漫画も読めてご飯も食べれてと、はい、サウナの中でここは一番いいんじゃないかって言わせたいですね、サウナに。ロウリュウもあって、はい、ロウリュウもやりたいですね。ロウリュウもやって、パも。これみんな行きたくなってますね、これね。行きたいな、はい。値段も安くて。そうですね。ありがとうございます。安くないですね。そうですね。はい、渡辺さん、何でしょう。そうですね。仙台、地元仙台で天下取りたいですね。今は現状サンドイッチマンさんが今天下取ってる状態なんで。東北全般がでも。そこからちょっと。仙台といえば。仙台といえばの顔になりたいなっていう。はい。いいことですよね。はい、村上さん、なんでしょうか、天下。僕は本当に先ほども言いましたけど、高円寺に18年住んでるんで、まあ、高円寺王になりたいんですよね。高円寺の王様ですよね。だから今ちょっとね、家賃が僕3万8000円のボロアパートなんですよ。そっからもう次はもう一番高い高円寺のマンションに住み。すごいですよ、やっぱ仙台の後にこれですからね。はい、高円寺杉並区なんで、杉並区長になり、ちょっと広げましたね、杉並区長になって、はいはい、もう高円寺の一番高いマンションの最上階に住むっていう状態にしたいですね。高円寺王に俺は、高円寺天下、はい、ね、たいですね。そして、はい、皆さん、何でしょうか。マッチョ王になりたいです。結構むずいよ。僕は今筋トレできてなくて、本当に今フラストレーション溜まっちゃってて、これ筋トレできるような時期になってきたら、僕もその筋トレしすぎてでっかい球体になると思うんですよね。でっかい球体になって、村上が転がしてくれると思うんですよ。どうもーって出てになりたいです。やめてください、絶対気持ちが悪いです。ありがとうございます。皆さん、天下の夢も伺いました。時間ね、そろそろ迫ってまいりました。最後に代表して荒田さんから、この映画を楽しみにしている皆様に締めのご挨拶をお願いしたいと思います。はい、ほぼ毎週こういうイベントをやっております。そしてバラエティの方でもみんなで力を合わせて、いろんな方と対戦したり、そんなことをやっています。ぜひ映画の前にそういった番宣やイベントもこれからどんどんやっていくので、楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではキャストの皆様、そしてマジカルラブリーのお二人揃ってですね、一緒にフォトセッションを行いたいと思いますが、準備のために一旦ご講談ください。どうぞ拍手を送りください。ありがとうございました。全国屈指のスポーツ強豪校、聖徳学院高校。ある日突然、時空を超える。俺たちが今いるのは戦国時代。お主らはどこから来た。おとなしくいたぜ。あいつら何なの。桶狭間の戦いの合戦の直前だと。桶狭間の戦いって何だっけ。
人質どもは先の世から来たと申していた。連れ去られたお主らの仲間はまるで砦に囚われているようじゃ。お主らが先陣を務める。まるで砦を攻めるのじゃ。は？織田信長の砦を攻めるなんて無茶だ。戦国時代にはアメフトもボクシングも野球もない。狙うのは困難。その隙をついて一気に仲間を奪い返す。行くぞ！戦略ってのは筋肉よりこっち。あった！お前たちの帰る先はただの闇だ。時が来た。ハイカー！仲間を救い出したい。ならばその道を進め。この国の歴史はどうなる。元には戻らないよね。先の世でわしはどうなっておるんじゃ。歴史が変わっちゃう。俺たちが戻る未来がなくなっちゃうんだよ。ブレイブ群青戦記。